アクション未来の子供たちへ。ビオトープのコーナーに来ました。あ、ここだけなんかもう大自然が広がってるっていう感じですね。お魚ちゃんはどこだ。いました。これはメダカちゃんじゃないですか。すごく可愛いですね。ちゃんと自然がここにありますね。なんか看板がギョギョッと。こちらのビオトープのお水にミツバチちゃんがお水を飲みに来るんですね。こちらにミツバチちゃんがいらっしゃるんですか。はい、20万匹のミツバチを飼ってます。そんなにいるんですか。はい、なぜ TBS 様でミツバチちゃんを育てる活動をなさってんでしょうか。はい、TBS の生物多様性推進の施策として2011年からミツバチを育てているんです。2011年ということはもう13年も続いてらっしゃるんですね。はい、ビオトープの水辺にですね、はい、8階から1階まで水を飲みに行くんですか。そうなんです、あそこはミツバチにとってとても大切な場所になっているんですね。水を飲む場所として活用しており、そしていろんな生き物の大切さを皆さんに知ってもらう場になっているんです。なぜこの養蜂という漁活動が SDGs につながるんでしょうか。はい、ミツバチは環境指標生物として認定されているんですね。環境指標生物、はい、花粉を媒介する生き物。そっか、それは聞いたことあります。ミツバチちゃんが花粉をあちこちに運んでくれるという、はい、それで植物の多様性ができるんですね。はい、いやー愛おしいですねミツバチちゃん。TBS 様ではまさに生物多様性をとっても大切になさってるんですね。素晴らしいです。地球を笑顔にするウィーク、ときめく時を TBS。